こんにちは、美香です。日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。では今日はバターたっぷりふわふわのバターシュガーレーズンパンを一緒に作っていきましょう。まずレーズンの下準備をしていきます。レーズン 75g をお水でつけて20分置いておきます。20分置いたらよく水切りをしておきましょう。ボウルに強力粉 180g を計量します。私はイーグルを使っています。インスタントドライイースト 3g、 塩 3.5g、 黒糖 18g、 黒糖なければ上白糖、グラニュー糖、きび糖でも OK です。こちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせていきます。お水 65g、卵 50g を加えましたら、さらにしっかり混ぜ合わせていきます。この時ね、切るようにして混ぜてあげると混ざりやすいです。こんな感じですね。切るように混ぜていきましょう。はい、粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきますよ。たら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すっていう形で材料をさらに混ぜ込んでいきます。この時ね、遠くまで生地を伸ばすようにしてください。結構力いりますのでね。はい、手と一緒に生地が戻ってくるようになりましたら、今度はね、こねていきます。転がしていきます。右手で左奥、左手で右奥という形で体重をかけてしっかり転がしてください。これでね、グルテン強くしていきます。表面がつるっとしてきて弾力が出てきたなと思ったらグルテンのチェックをしていきますね。生地を引っ張ります。すぐ切れなければこね上がりです。でね、次にバターまで混んでいきます。バター 25g を細かくカットしていきましょう。細かくカットしておくとね、混ぜやすいので、できるだけ細かくしておいてください。はい、そしたら生地の上に乗せて茶巾状に包みます。包みましたら生地をしっかり包んで、最初にやったね、押して戻す押して戻すでバターを混ぜ込んでいきます。途中ね、バター出てきちゃいますけど気にしないでね、そのままね、混ぜ込んでいきましょう。混ざりましたら生地を広げて、今度はね、最初にお水につけておいたレーズンを混ぜ込んでいきます。レーズン3分の2をね、生地の片側に乗せて、レーズンが乗ってない生地を剥がしてペタリとかぶせましょう。で、残りのレーズンを乗せてまたかぶせますね。はい、そしたらね、今度切って重ねて切って重ねてということで、レーズンをね、しっかり混ぜ合わせていきましょう。すごい量のレーズンですよね。多分ね、レーズン好きの人はすごく嬉しいでしょうね。全体的に大体混ざったかなで終了しましょう。はい、そしたらね、テーブルに打ち粉をします。打ち粉は強力粉もしくは準強力粉を使っていきましょう。打ち粉の上に生地を乗せて生地を丸めていきます。私はね、コルドンブルーのやり方でやっていきますが、ご自分のやり方で OK です。ボウルに入れていきましょう。一次発酵していきます。30度の発酵器で40分です。室温で発酵させる方はね、1.8 倍から2倍ぐらいになれば OK だと思っててください。はい、40分経ちました。膨らんだの分かりますね。一応ね、フィンガーテストしていきます。人差し指の第二関節までお粉をつけて生地に穴を開けていきましょう。穴の大きさが変わらなければ OK です。そしたら分割していきます。テーブルに打ち粉をして、まず生地を出しちゃいましょう。出しましたらちょっとね、べたつくので上に打ち粉をしてあげてガスを抜きます。はい、分割ですね。 100g が4個です。レーズンの入り具合によって重さ結構変わっていきますので、いつもほどしっかり測らなくても大丈夫だと思っててください。はい、測りましたら丸めていきます。ゆるく丸めていきましょう。手のひらの中でコロ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 転がしていきますね。で、この後ベンチタイム10分取っていきます。乾燥しないようにラップをしておきます。はい、10分経ちましたので成形していきましょう。テーブルに打ち粉をしましたら生地を1個持ってきますね。ガス抜きます。閉じ目は上です。で、手前からくるくる巻いていきましょう。巻き終わりを上にしてしっかり閉じていきます。で、軽く転がして閉じ目を下にして置いておきましょうか。
残りの3個ね、同じようにやっていきますよ。手前から巻いていきます。中心にね、ちょっと生地が集まるような形で転がしていってあげるといいですね。あとね、外側にレーズンがいっぱい出てるようでしたら、それちょっと取って中に入れちゃった方がいいですね。レーズン焦げちゃうとね、美味しくないんですよ。なのでできるだけ皮一枚ね、くっついてるようだったらいいんですけども、完全に飛び出ちゃってるレーズンは中に入れましょう。取ってあげてね。はい、左右同じ形になるようにします。そうしましたらね、天板に並べていきましょう。でこの後最終8個の間に生地膨らみますので、生地同士がくっつかないように少し離して置いといてください。35度で30分発酵させます。その間にオーブンに余熱を入れといてくださいね。はい、30分経ちました。膨らんでますね。クープ入れていきます。真ん中に1本クープ入れてください。両サイド1センチぐらいはね、切らないようにしていきましょう。深さ2、3ミリぐらいですかね。はい、そしたらね、周りに卵を塗っていきます。塗りムラのないように塗っていきましょう。カットした部分にバターを乗せていきます。スティック状のタイプにしたバターを乗せていきます。バターが流れないように両サイド1センチね、カットしないで残してもらいました。はい、そしたらね、グラニュー糖たっぷりふるっていきましょう。これね、たっぷりの方が美味しいのでね、もう本当に、こんなにのせちゃうのっていうくらいね、たっぷりのせてあげてください。そしたら焼いていきます。180度のオーブンで13分です。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、焼き上がりました。いい色に焼き上がってますね。ケーキクーラーに移していきます。クープもカパッと開いてね、かっこいいバターシュガーレーズンパンが焼けましたね。じゃあちょっとカットしてみますね。レーズンいっぱいです。私の生徒さんや結構 YouTube の動画見てくださる人はご存知かと思いますが、私レーズン嫌いです。ここまでレーズンが入ってると厳しいです。でもせっかくなのでちょっと試食してみますね。では早速試食をしていきたいと思います。あんまり、ね、食べたくないんですよ。レーズンのところを覗いて食べていきます。うん、ふかふかですね。すごいふかふかです。黒糖の香りもね、すごく良くて美味しいですね。見事にレーズンを覗いていきます。見てください、この柔らかさ。すんごいふかふかですよね。本当はね、5日後のふわふわ感もね、見てもらいたいんですけどね、この後ね、ちょっとすぐ編集に入らないと間に合わないのでね、ぜひご自身で作ってこのふかふか感を感じてください。ぜひ作ってみてくださいね。ではまた。